すごいみんな優しくって、であとなんかすごい個人的に思ったのが、メガネをかけてる人がすごく多い。で、そう、私もコンタクトしてない時は目が悪いので、お家だったりとかパソコンのゲームをする時とか映画を見る時はずっとメガネなので、すごくそれで親近感が湧きます。私も同じですごい優しいなって思いました。なんか会場でお買い物してたらすごい助けてくださった方ありがとうございました。日本語すごく上手でした。大丈夫、皆さんこんにちは、井森萌です。宮本咲です。私たち来週の台湾劇に遊びに行くことになりました。やったー、皆さんこんにちは、コスプレイヤーのゆうりもいです。そして、はい、同じくコスプレイヤーの宮本咲です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日コスプレしているのはホロライブの白金ノエルちゃんという子のコスプレをしています。ホロライブの時のさあちゃんのコスプレをしてます。今回私たちは、2泊3日台湾に滞在しているんですけど、昨日到着したばっかりです。で、もう台北イーリンイーに行ってリンタイフォンを食べたり、天神メイ茶、そこに行って、そうタピオカ飲んだりとか、ミルクティー飲んだりとか、なんかすごく美味しかったです。行きたいところ、今回はちょっと難しいと思うんですけど、9分に行ったことがないから行ってみたい。あとは台湾ビールがあればどこでもいいです。台湾ビール、台湾ビール。あと私たちマッサージ行きました。あ、行った、マッサージ行った。すごいみんな優しくって、で、あとなんかすごい個人的に思ったのが、メガネをかけてる人がすごく多い。で、そう、私もコンタクトしてない時は目が悪いので、お家だったりとかパソコンのゲームをする時とか映画を見る時はずっとメガネなので、すごくそれで親近感が湧きます。私も同じですごい優しいなって思いました。なんか会場でお買い物してたらすごい助けてくださった方ありがとうございました。日本語すごく上手でした。今はツイッターだったりとかインスタグラムだったりとかで、それこそ日本のレイヤーさんと、その違う世界のいろんなレイヤーさんとすごく写真を上げたりとか、それでみんなと一緒に趣味を共有できるようになって、それこそ日本から出たアニメの作品を皆さんがコスプレしてあげてくれたりとかすると、なんかこの作品他の国でもすごく人気なんだなって思ったりとかして、すごく嬉しいので、なのでそういう SNS 上で交流ができたりとか、あとね、その情勢が落ち着いてきて行き来できるようになったら、現場でね、皆さんと一緒に写真撮ったりとか、そういうことができたらすごくいいなって思ってるし、それが今後の楽しみでもあるので、皆さんよかったら一緒にコスプレして、これからもね、コスプレの界隈を盛り上げていきましょう。お願いします。はい、私はそんなに偉そうなことは言えないんですけど、そうだった、違う、そうじゃない、そうじゃないよ、そうじゃないよ。私が偉くない、違うの、お前ちゃん違う。でもコスプレね、せっかく同じ趣味なので一緒に楽しめたらいいなと思ってます。一緒に頑張りましょう。大家好、コスプレイヤーのゆみもいです。この今台湾すごい新年で、すごい街がキラキラしてて、なんか歩いてるだけでもすごく素敵な気持ちになりました。そしてこの台湾国際漫画節、遊びに来れて、ネホロライブのコスプレをして、こうやって現場に来れてすごく楽しかったです。皆さん新年快乐、バイバイ。大家好、宮本咲です。私今回久しぶりに台湾に来れて、本当にこの台湾っていう土地が大好きだなって思いました。優しくしてくれた皆さん、そして美味しいご飯を作ってくれた皆さん、ありがとうございました。またね、来週来るんですけれども、そちらもとっても楽しみにしてます。また会いましょう、バイバーイ。